アーサー・ヘンドリック・バンレンバーグは、アメリカ合衆国の政治家、連邦上院議員、上院外交委員長、上院仮議長。所属政党は、共和党。ミシガン州グランドラピッズで生まれ育つ。アナーバーのミシガン大学で法学を学び、卒業後グランドラピッズに、帰郷、1906年から1928年まで、グランドラピッズの地元紙。 グランドラピッズ・ヘラルド社に勤める。同社で、記者、編集者を歴任し、最終的には、同社社長、発行者となる。地元のマスコミ界で地方を固めたバンデンバーグは、1928年、ウッドブリッジ・フェリス上院議員の死に伴い、同志の後を受け上院議員に任命された。同年の上院議員選挙で当選を果たし、以後4回連続当選を果たした。 バンデンバーグは上院外交委員会で主に活躍し共和党内でも同格を表す。当時の中西部出身の議員の大半と同じくバンデンバーグは孤立主義者でありやがて民主党のジェラルド内上院議員とともに議会の孤立主義者グループの指導者とみなされるようになる。1940年の大統領選挙では党内の孤立主義者の代表格として 共和党の使命を獲得することを目指し、ローズベルト政権のヨーロッパ政策を、孤立主義の観点から批判した。しかし、ウェンデル・ウィルキーが共和党の候補者に選ばれ、バンデンバーグの野心は実現しなかった。その後も、孤立主義者の立場から、アメリカが第二次世界大戦に参戦することに反対し続けた。1941年12月7日、 真珠湾攻撃の一報がもたらされると、バンデンバーグは大いに衝撃を受けた。彼は日記に孤立主義はこの日をもって終焉したと書いた。真珠湾攻撃を機に、バンデンバーグは、孤立主義者から、政権の外交、安全保障政策を支持する、国際主義者へ転じた。戦後秩序の構想にも熱心であり、1945年には、 国際連合設立のために開かれたサンフランシスコ会議に出席した。その後も上院を代表して数多くの国際会議に出席した。1946年には国連総会に出席、連合国外省会議にもアドバイザーとして出席した。1947年には リオデジャネイロで開かれたパンアメリカ会議に出席し、米州相互援助条約の締結に大きな役割を果たした。冷戦が始まると、トルーマン政権の冷戦政策、トルーマンドクトリン、マーシャルプラン、北、大西洋条約機構に賛成し、議会でのコンセンサス形成の立役者となった。バンデンバーグは、冷戦初期のいわゆる超党派外交の共和党側の、 指導者であり、共和党が1946年の中間選挙に勝利し、上院で多数党となると上院外交委員長に就任した。マーシャル国務長官辞任後の国務長官候補に偽されたこともあった。1951年、バンデンバーグは上院議員に在任のまま死去した。2004年9月14日、バンデンバーグは 上院史上に残る偉大な上院議員として選ばれ、ロバート・ワグナー上院議員のものと共に、肖像画が上院のレセプションに飾られた。これにより1959年に選ばれた、フェイマス・ファイブと呼ばれる5人の偉大な上院議員、ヘンリー・クレイ、ダニエル・ウェブスター、ジョン・カル・フーン、ロバート・ラフォレット、それに、ロバート・タフトと同じ大群を与えられたことになる。ありがとうございます。